国際認定フォーラムは、マネージメントシステム、製品、サービス、人員、及び適合性評価などの適合性評価を行っている国際的な認定協会。1993年に創設された。世界的に公認の証明書を求められる場合など、エンドユーザーに保証することによって、適合性評価の整合性を世界的に情報交換して、 認定の技術レベルの整合性をユーザーに保障する。イヤフメンバーは指定された企画に沿っていると証明する。証明書を発行するか、イヤフ登録メンバーであるを信任してもらうことができる。加入団体には、準メンバー、準備機関、ILAC 相互承認署名機関がある。認定機関の2大国際組織として、ILAC 相互承認署名機関がある。 日本では審査登録機関協議会において策定された審査登録機関の情報公開に関するガイドライン ISO-IEC-17021-2007 があり、経済産業省はガイドラインについてフォローアップを行う。国際整合性への配慮を行い太平洋認定機関協力機構との連携を効果的に進めることを求められている。 適合性認定に関して、相互認定機関承認メンバー間で、国際相互承認協定がある。ありがとうございます。